毎度西成浩二ですわ。おおきに国会中継がまた始まるのかな、ということでちょっともろ用があってもろ用事があって、ごめんね、これふてくされてるんじゃなくて、もう声がもうどうしてもこれ以上張り上げられへんから、すまんの、ふてくされてるわけじゃないんやけど、声がもうこれ以上張り上げたらもう明日今晩声出えへんなってまうから、もうこのぐらいのテンションになってまうわ、すまんの。これちょっと音楽変えてんけど、うるさいかもわからんの。こっちで聞いててもうるさいような気するわ。あ、もっとうるさなってもか、これぐらいでいいかな、いつもこんな感じやと思うねんけどな。はい、ということで何も面白い話はないで、今日もっていうか今回もちょっといろいろやっとったからな、ネタ考えられんかった。アイテムネタ考え中。これも何回もやったけどな、動画勉強しとったな、いつもこうやっとったやん、こういう風に、あれ画面で見てたな、反対になってるからな、勉強してもらう。ネタ考え中どう、ネタ考え中、編集やったらこんな感じやろ、編集できへん、編集アプリ撮ってるけど英語で表示しよる。言うたかな、これ昨日もう一晩寝た忘れるからな、一晩ってそんな寝てへんけど、4時間ほどしか寝てへんねんけどな、2月の、え、じゃあ去年のなんかいいな、スーパーマーケット盗撮したやつ、あれえらいことなってやな、言うたか言うてへんかわからんね、2回目やったらごめんな、市長さんがな、たまたま近所の人が見ててやな、これうちの近くのスーパーや言うて、本社のクレームセンターに電話入れとんねん、で本社に行ってやな、メキの嫁さん呼び出されて、仕事終わってから店長代理っちゅうのに呼び出されてや、で YouTube やってんのに、え、はいって言うて、疑問系で、はい、ちゅうてやな、やってんの知っとるかな、嫌がっとるから、話したかな、ほんで帰ってきてやな、もう削除してくれたらな、訴訟せんへんけど、削除せんへんにやったら控訴するって言われたやな、慌てて消したわ。消す前に確認したらな、やっぱり顔は写さんようには言わっとったんやけど、映っとるしやな、従業員は別にええかもでやな、やったんやな、なんか著作権法違反で無駄で撮っとるやろ、でタイトルも悪かったわ、盗撮なんとかかんとか言うて、でその後もヘルメットかぶってやったやろ、まあ、あれも一緒に消しといた、まあ、これでな、今日嫁さん出勤して、まあ、昼休みで、大丈夫やったよって言うて LINE 来たけどな、別に思う話はあんまないやろ、まあ数走れへんの分かってるからな、こんな話してもなあ、これいろいろ触ってるうちにな、どの音楽がやるかとか思ってな、いろいろ触ってるうちにな、先の BGM のどっか行ってもね、これはタイトルな、 G
自宅で聴けるコーヒーショップジャズ&ボサノバ、勉強用、作業用、読書用、ゆったり愛しのカフェミュージックという、これ昼間ちょうどやろ、聞いてへんけどな、別に聞いてこれええわと思ったわけじゃなくて、これ CM 入れへんから、だからええかなー思って選んで、仕事でなんか体だるい、武漢肺炎かな、そんなわけないの外出へんのにな、下のハロワが100均かホームセンターかしっかりマスクして行ってるからな、大丈夫やで。でマスクで思い出したの、あれへんやんけ、あれへんやんけ、テーブルの上片付けたから、どっか行ってもらったほっともたんかな、ようわからん、あの紙みたいなやつあるやん、安物のあれの方がな、布製のこう流行ってるグレーのやつとか黒のやつとか流行ってるやんか、あれよりええらしいで、あれは意味ないらしいわ、あのこんな流行ってるやつは、こんなな普通のこうビヤンって伸びるようなやつあるやろ、薬局に売ってるようなやつ、スーパーとか薬局で売ってるやん、おキーのまさかりがなんかアクション起こしとるな、ほんでまたごめんのテンション低くて、テンション低いわけないね喉が痛い喉が痛いね、機嫌悪いわけでもなんでもあれ喉が痛いだけな、ダミ声でやってるやんいつもちょっとやりすぎたな、まあ西成工事的にはええねんけどな、これでもうちょっと大きい声が出せたらええねんけどやな、ああいうじゃあ、このぐらいで勘弁して、今回は、あの、大きに、国会中継行ってらっしゃい。大きに、西成工事でした。大きに。